まあ、代々木のコートといえばね、はいはい、まあ、いろいろあったじゃないですか。俺で以外もね、うん、コートの張り替えとか、うんうんうん、まあ、ビッグベンチとは代々木名物といってもうモールデンの一大イベント。やだよビッグベンチそうビッグベンチっていうのはそのあの代々木公園 の本戦の時に、うん、あのオールデンのねにあのそうそうあのサッカー場側に置く大きなベンチが4基あるんですよね。4基ある。そうアルミのベンチがで、あれはだから、2000何年の8年ぐらいかな。2006年か、うん、そうか。じゃあ寄贈された翌年に、うん、コービー・ブライアントが、うん、そう来日のタイミングで代々木でイベントをやって、うん、そうでその時にあのベンチはコービーが寄贈してくる、うん、4期。今もう A ちゃんのものだよね俺が多分一番あれを止めてますね。そうだよね、あ早くんだよとか早くぞっつって、うん、いや本当だよねあれなくすと、まあ、A ちゃんに言ったよ一言いらないけどね。いらないけどね。いるし、だってあったよね。オールデンでもさ、あれさ、止めるさ、あの、なんか止め金のさ、そうそう、ボックスが、小さいさ、ボックスがあるじゃん。そうそう、オールデンの備品の中に。そう、で、オールデンの備品は、あの、あんちゃんの倉庫に預かってもらってて、うん、毎回それまではさ、そのエストやるまではずっとコンポジのね、うん、事務所に置いてあった、ね、置いてあって、超大変だったんですよ。うんうん、あの今でも大変だよそうだけど、そうだけど、でもさ、分けてる、うん、だからその備品類はアンチャーの倉庫、はいはい、でその変わるものユニフォームとか、はい、それ制作物関係はコンポジのオフィスって感じで分けて、そっからだいぶ良くなったけど、うん、でもその一回そのあれがなくて止めなくてまた、なかった、また雪かなんかでまた取りに行った時あったよね。俺倉庫3回行ったことあるから金曜の土曜日聞いたことある、それ俺ホールで金曜から始まってるから俺もだよ、俺もだよ、そうだよ、俺はもう俺中目のドンキに一人で行ってなんかみんなの飲み物とかさ飲酒ロックとか買う、俺一回付き合ったことあるんだけどもうすごい、中目のドンキ2人で行ったの覚えてる、そう覚えてる。中目のドンキがもうなんかひどいのよ、特に金曜の仕事を終えて仕事を終えてさ、でコンポジの事務所にハイエースかれて行って、うん、積むもの積んで、で中目のドンキまで行くと、うん、もうなんか歯の抜けた女の子歯抜けしかいなくてそんなことねえだろ、そんなことねえだろ、ホストみたいなのと歯が抜けた女のセットで、なんかどういうセットすごいもうギバちゃんさ、こうやってなんかあのカートをね、うん、バッカバッカ言ってくのすげえすげえ買い方するんだよ適当だよ、ね、あれ飲食雑巾とかももう適当取った分だけ入れるでもそれがね全部倉庫に返ってくるんだよ、うん、なんだろう、その備品そうだ、これ俺結局持ってくんだよないやいや俺はね毎回ひどいのは、うん、あの1年に1回じゃない、うん、最近とかって、うんうんうん、そうするともう前回何があって何が足らないじゃないじゃん、うん、オールデーってさもう終わったら、うん、もう終わりじゃん、うんうんね、でその後反省会とかさ、うん、そんなにさやるけど、うん、それあくまでなんか概念的な反省会で、うん、なんかそのさ在庫の確認とか、在庫の確認とか検品とかやんないじゃん、ないね、そうもうとりあえず押し込めてやってよちょ俺さあのさ雨の日用の変なモップあるじゃん、あーよかった、あれ7本ぐらいだよ、ね、いつもそういらないだろうっていやいや不安になって買っちゃうのでしょ、そう不安になって買っちゃうし、あとクーラーボックス、そうそう、ああ熱なんだ、飲み物ね冷やすのにね、いやでもだいぶ良くなった、だいぶ良くなったよ、うん、昔はさあのさ一緒にやってる時も、うん、あのなんだろう警備員つけなきゃいけなくてさ、ああそうでさ予算がないからさ夜景ね、うん、夜景を公園から夜景をつけ、ね、そうあの残置するんだったら、うん、そうあの土曜から日曜日にかけてね、そうそうそう夜景を入れろっていう話になって、はいはい、でも制服警備とかさ高いじゃん、うんね、オールデアなんてもギリギリの予算でやってるから、うん、だからスーパーマーシーとか、そうそう、うちのマーシーがやるの寝ちゃうんだから車の中で寝ちゃうんだから車の中警備じゃないで、なんか持ってかれてんだからマーシーこれないけど、あ、なんか誰持ってきましたよそれは俺でしょ、どこにマーシーそれをお前が守れって言ってんだよ、大体そう、あとなんか変
なゴミ袋が増えたり増えてる。そうゴミが増えてるっていう。いやそう、そういう感じよ。そういう感じ。そういう感じで。でも、ホービーも来て、ビッグベンチもあったし、あと言ったら2005年の寄贈の後、2010年に、一回だけそう、張り替えというか、あの、そう、その時にメディコムトイとナイキがやっていた、シューズの、あの、売り上げが毎年溜まってて、そう。ね、レアブリックのね。レアブリックのね。で、それの売り上げを、そのなんか CSR とか、まあチャリティーみたいな商品になってたから、うん、毎年なんか100万円ぐらいずつプールされてて、で、5年ぐらい経ったから500万ぐらいあるよって話になって、うんうん、で、ちょうどまあ、今思えば老朽化でもないんだけど、うん、あの、そうでもなかったよね。うん、今思えば。今思えばね。うん、で、その時にだから、表面だけ、2面とも、なんか塗り替えるプロジェクトをやろうみたいな。張り替えか。うんそう。だから、それもだから、ただ張り替えてもあれだから、ね、一番最初の時はさ、なんかさ、なんつうの、変なボーラーのシルエットみたいな。はいはい、ああ、はい、そうだ、最初ね。そう、ボーラー5人のシルエットみたいなやつが描かれていたコートだったけど、そこをもう少しデザインをするみたいな話で、うん、これですよ。一般フォームね。こちらがナイキ×メディコムトイですけど、これ、うん、プレイグラウンドデザインプロジェクトっていうのを立ち上げて、うんうんうんで、一般からそう、公募で、デザイン。この話するか？いや、する。長くなるぞ、俺、この話。言っとくけど、俺だって応募したんだから、これ。その話をしようとしてんのか。その話をしようとしたのか。それで、その時はだから、ウェブサイトで、まあ一応ルールがあって、うん、ルールあったのね。そう、だ真ん中のセンターサークルかな。うん、デザインできるところは、うんあと。あとはなんかそんなに、使える色数も決まってんだから、ここのフォーマットで、うん、そう。あの投稿してください、うん、で、うん、でそれがなんかツイッターかなあの一般投票かなツイッターじゃないな、うん、普通に投票制で、ねね、そう1日1回だけなんかそう、うん、投票できるみたいなやつで、うん、で投票の上位2案を A コート B コートに、うん、そうあのするっていうプロジェクトで、うん、結構集まったんだよ、うん、何十作品も、ね、何十人も全国ツーラー応募があって、でも一人じゃん。その一人。その一人。ずっと2位キープしたから。2位っていうか、2位をキープ。そう、うん、完全に組織票の匂いしかしないんだけど。組織票だったもん。組織票だった。俺の毎日やった。みんなやった。みんなやるって。全員やった。で、俺らさ、まあ、俺らさ、もう普通にやってんじゃん。うんたぶんアンちゃんのやつがずっと上位なわけ、うん、なんなら1位になってる時もあるみたいなそうよ、うん、1位だった時もあった、ねうん、あこれもらったらと思ったそうでさなんかさ そのタイミングで寄贈式にはさ、うん、そのデザインした人が呼ばれて、うん、ナイキからなんかメディコンからなんか送られるみたいなやつだったんだけどもうよりによって身内がもうやる気満々ででさいやいやそう組織でもなんでもいいんだけどそれがさなんか代々木らしいさ、うん、なんかすごいさ、いいデザインだったらいいんだけど、それがさ、なんかカエルなのあれ。今俺のアイコンになってる。そう、いやいや、みんな多分絶対、あっちゃんのことしてたら、絶対見たことあるけど、ね、SNS とか LINE とか、うん、全部、あのなんか謎のさ、赤と黄色と、代々木ぴょこたんですよ。そう、緑。名前が。こういうさ、これ代々木なんだよ。これ Y だからね。そう、代々木。目玉が O になってるから、ヨー。そう。あで、G だから、カラだから。腰が入ってるさ。でもあれね、裏話。だから、ね、1位だったらしいの、本当は。カトチンが言ってた。そうだよ。この前。いや、ね、そうだよ、そうだよ。1位だったよ。で、1位。で、その時は別にさ、サイクとかやってないから、うん、ずっと1位だったわけ。1位だったよ。でもさ、うん、あの、今やよ。もう散々見慣れてるけど、あの、当時はさ、これまずいかしら。こうやって、そのさ、そうだよ。あれまずいじゃん。まずいまずいまずい。まずいぞっていう空気。バスケ感ないもんね。そう。そしたらさ、やっぱさ、うまくできてんのよ。うまくできてた。なんと、あの、色数が決まってたのに。何色か ?4 色かな、うん、あじゃあ3色、4色か、うん。だったんだけど、5色だったの。そこか。そこは取るよ、俺。それ言ってくれれば。いや、だから、縁取りの中途半端な白とかが。あれが邪魔だったの。あれ邪魔だったの。それで、そう、失格ですよ。失格だった。結局失格で。1位だった。で、これ、サンタ、勝負してもらった。まあ、いや、俺内心ホッとしたよ。うん。あれじゃなくて。そうなんだ。内心はホッとしたよ。みんな毎日クリックしてたのにね。そんなこと言う。本当だよね。超毎日。本当だよ。内心ホッとしたもん。
なんだ、支持者いっぱいいたの。支持者っていうか、もうなんか。支持者好きなの、パワープレイ。内緒はホッとしてる。でも1位だったんだ。1位だった。1位だけどさ。形から俺、それね、去年聞いたの。いやいや、ほんとに。実はあんちゃん1位だった。今、マジかよ。俺ら地味こけやつらね。形から、そうそうそう。すげえな。どんな裏話も。これ、非売品ですもんね、これも。非売品、非売品。すごいね。でも1位はもっともらった。1位だってなんかでかい。そういうやつね。ベアブリックなんか。ケンケンにあげようと思ってたんだ、あれ。それすら、それすらいらねえんじゃねえか。でも、そろそろなんじゃないの、それも。何が？コートの。あ、次の。あ、だからそれが、だから2000、そうでしょ、うん、2010年だから、もう10年以上。もう10年よ。そう、修復してないんですね。そうそう。で、さすがに、うん、今はもうガチで老朽化してるんで。うん、してるよね。ね、公園とかも、まあ、それなりに問題視じゃないんだけど危ないと思ってて、うん、毎年ね年2回かな公園が自分たちの基準で検査してで本当に危ないところはあの公園が補修してるなんだけどもう剥がれてるところになんかパテ入れるみたいな感じになってるからもう増改築した病院みたいにもう継ぎはぎだらけに今なってるからそう、まあ、今年その、まあ、オリンピックがこのままあったりとかすると、うん、まあ、俺でさっき4月って言ったけど、うん、5月からそこロックされるんですよ。そのコートだけじゃなくて、オーダーフィールドで横に陸上競技場がある、はい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 、で、サッカー場とあと野外音楽ドームエリアも含めて、うん、まあ、陸上競技の選手の練習場所、うん、練習場所みたいな感じなので、その並木から、要はだから渋谷のあの NHK の方から井の頭通りの方までもう全く入らなくて、うん、あ、入らない。で、だそれがだから予定では10月までなので、うん、やっぱなんかオリンピック開けたら、なんかさすがに ね、やろうよ。いや、修復した方がいいね。やろうよって。デザイン、デザインやろうよ。もういい、公募しねえよって。公募しねえ。いや、反省してんだよ。公募。公募しないの？いや、公募の危なさを感じた。もう前回もね。組織用があるからね。そうだよ、ね。やるもんじゃねえ。組織もっとでかくなってますからね。そうだよね。多分全国に。俺もしちゃうからね。俺もしちゃうからね。俺もしちゃうまあでも本当やった方がいいと思うよね。いやでも直すのはやりたいなと思うんですよ。直すしはね。で、まあやっぱりさ、ナイキみたいなブランドが寄贈してくれたことはね、うん、寄贈したのは大きいんだけど、やっぱ一つのなんかブランドとかでやってるとさ、やっぱなかなか大変だよねと思うから、うん、もうちょいなんか、そう、みんなも参加できるような、なんかクラファンとか、まあ、いろんなものあるから、今は。クラウドファンディングとかあるって話もある、うん、そう、なるべくだから、いろんな人が参加できて、うん、まあ、ちゃんとなんかリターンとかはナイキと一緒に考えてるとか、うんうん、まあ、もしね、ナイキが参加してくれるんだったら、まあ、とかにして、うん、まあ、なるべくだから、みんなの小さい、こうなんか、オルデだってさ、16年間でさ、もう何回やってるんだって、もう40回ぐらいやってる。40回やってるよね。うん。ってことはさ、まあ、ユニークは分かんないけど、うん、言うたってね、800チームぐらい出てるのか、うんうん、そうだよね。ユニークで言ったら、そうだね、うん、だからそう考えるとね、そこに10人ずつボールがいたって、まあ、結構な数の人がいるから、うんうんうん、なんか、うん、そのみんなの少ないこう、うん、なんか気持ちで作れるようになったりとかするといいなと思って、うんうん、そう、確かに、うん、まあ、デザインはいるし、デザイナーもあれ、いやいや、いや、ていうかね、みんな思ってると思うんだ、あのなんかカエルみたいなキャラクターが、カエルみたいなやつがあれカエルなんだよね。カエル、ヨコタンだよ。ヨコタンだからもカエルだかもしれないけど。ヨーヨー、うん、あれなんだ、目が王なの。いや、俺はずっと刷り込んでる。あ、目が王なんだ。ずっと刷り込ましてるから俺、あ、目が王よ。あ、いや、俺母音があるのはしなかった。 YYG で代々木なのと思ったら目が王なんだよ。愛もあんの？代々木の。あるだろう、多分。なんかもう適当だね。なんか途中でなんか寂しいなと思って星とか書いちゃってるし、あれ。そうかな。なんかこの辺に隙間あるななんつって。そうかもしれない、ね。だから愛はなんか。愛はあるよ。わかんない、わかんない。いや、俺に愛が。ケンケン出してもらって。まあ、俺に愛が。うるせえ。代々木屋になるから。うるせえ、うるせえ先輩っすね。ね、いやでも、T シャツとかも作ろう。いやでもおかげさまで。まだ来た。オールデン。オールデンって言ったら、サンタッシュ。いらない。いらない。こんな、まあまあ、デザイン良すぎだもん。いや、入り込む余地ないでしょ。デザイン、どこにピョコタが入るんですか。いや、ここの背中とか。ない。いやー、ない、ここってこと？そうだよ。ここに？うそ。もういいよ、この話。しかも4色なんでしょ。
こだけ。高くついちゃうんですから。いやでも本当に、うん、そうオールデイを通じて、うん、ねえ、A ちゃんもあんちゃんもずっとね、うん、俺らが始める前の、うん、あの先輩でねずっとしてるけど、なんか本当に距離感近くやらせていただいて、タメ口とかで突っ込ませていただいて、あの引っ張られたこともあるし、ね、そツッコミタメ口 OK ルールをちょっと採用させていただいて、いやでもさ俺なんかだってずっとボケてんだからずっと突っ込んでる。いやでも S の子たちは最初それに慣れなかったみたいな。みんなそれ言う、俺がなんか軽口と泣くと俺みたいな。ちょっとさ動くんだよね、シンプルに。そっちか、構成員、構成員なだめんの大変なんだからね。大丈夫大丈夫。いやでもそう、彼は大丈夫。 S のだからなんか飲みとかも呼んでもらって、うん、なんか S ともだいぶ、うん、ギバちゃん来るとね嬉しがんだみんな、うん、そうね、それは元気くれっから。そっちだ、元気くれっから。プレゼント、誕生日プレゼントで元気くれっから。1回ね、あった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 。プレゼント買ってきたなと思って。そうだ、忘年会。いやいや、ハマーの誕生日。ハマーの誕生日か、3人誕生日が。ハマーだったからだよ。あ、そうか、そうか、甘い、ね、甘い、ね、甘い、ね、甘い、好きだよね。ハマーはそうね。え、ハマーとはレジェンドからか、うん、そうそうそう、レジェンドか。いやもうオールデイの話だけでどんだけ言ってんだろう。でもこれは聞きたかった人たちいっぱいいるはずなんでね、うん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 。